五辻愚は、鎌倉時代後期から南北朝時代の頃まで存在していた三宅の一つ。寺明院島と大閣寺島の争いに加えて、鎌倉幕府の介入にも翻弄された三宅である。宮郷は、初代森吉新王が、外祖父藤原佐根とより相続した館が上行五辻にあったことに由来する。亀山天皇の第五王子森吉親王を初代とするが、 その後書量を鎌倉幕府の介入により、実施ではなく、久明親王の子に譲らされた。一方、森吉親王の実施も五辻宮,宮家が存在していた。このような例は、明治時代昭和時代に存在した国の宮家の他には例がない。前述のように、森吉親王は、 鎌倉幕府の介入により屋敷を実施ではない人物に譲らされた。これは当時の将軍、森国親王と深く作業が兄弟であったことによるものと考えられ、森吉親王の本意ではなかったと思われる。昭郷二年、元行三年、足利高氏の軍に追われ、黄金天皇らを連れて東国へと落ち延びようとした、六原短大の軍勢を打ち取った大御国の野伏たちが、 先帝大五宮を要したと伝えられているが、この大五宮は森吉新郎であるとされている。また、この頃に南部氏や多賀大社に対して倒幕への助力を求めたとされている。その後、敬意不詳ながら五筋の館のみは森吉新郎に返却されたらしく、森吉新郎王子、総佐氏は後にこの屋敷を大徳寺に寄進した。総佐氏も五筋宮と呼ばれていた。 その後また、五辻宮なる人物が、五代五天皇により、九州に派遣されたという。この五辻宮は、森吉親王の子孫と思われるが、詳細は不明である。影響4年、アトスコインの下に、五辻入道宮なる人物が訪れ、九州の所領について、圧戦を要請した。そこで、アトスコインは、大内氏に宛てて、添え状を書き、さらに、 宮野子即に返帰を与えて、清広氏を名乗らせたという。五筋入道宮と清広氏は添え状を持って九州に下校したが、その後の二人の消息は不明である。鎌倉幕府の介入により二代五筋宮となった深草宮は、玄徳元年9月には、北条森時によって五筋の館飛び全国草部号の領地を安堵されたが、その後、 五筋の館の身元の所有者であった森吉親王に戻された。兼務の申請が失敗に終わると、足利高氏により、兼務3年8月に再び所領を安堵された。常時6年の頃には久明親王の孫、正液が五筋親王家と呼ばれているが、深く作業や正液が親王宣言を受けた記録は残っていない。その後は暫時追尾したらしい。 ありがとうございます。